シーテックのセミナーに、おいでいただけなかった方のためにワイヤレス給電と RFID アンテナ開発のポイントの話を、改めて録画して、準備したいと思います。例によって難しい話はいたしません。イントロダクションの後に Q を測定する方法とその後それをどうやって良くするかという3つの話をいたします。いろんな分野の方がいらっしゃると思いますけれども、多分子供の時にこういうものをいじったりですね、こういうものを車につけて人より早く走らそうとしたり、こんなものを船につけて人よりも長く走らそうとしたり、そういうことはなさったと思うんですね。で、そういった工夫をしていく中で何をしたかっていうと、多分こういったものだと電池とモーターとせいぜいスイッチぐらいしかありませんから、強力な電池を使う、いいモーターを使う、それからスクリューとか軸受けとかそういうところに油をさしてみたり、きれいに磨いてみたり、そういうことをやってたと思います。で、子供の時こういうことをやってた方がいつしかこういうものをいじり始めた時に、私もそうですけど、とっても素朴な疑問を感じたんです。この R100、R4、R3、今まで少しでも抵抗をなくすことを考えてた、電池を強力にしたり接点をきれいにしたり抵抗をなくそうとしたのに、こういう電子回路ではいっぱい抵抗を使ってる、なんでよ。この時こんな風に思ったと思うんです。私は思いました。電気を強くしたいのにどうしてわざわざ抵抗で弱めるのか。私自身はそれに対するなんか分かりやすい言葉回答を今もってできないまま大人になってしまったんですけれども、この子供の時の疑問っていうのはものすごく本質をついてるんですね。今日やることっていうのはまさに抵抗でわざわざ弱めるのはやめようよっていう話です。やめてやると電気の消費を少なく、それから物のパフォーマンスを、製品のパフォーマンスを上げることができます。あのデジタルの方はの方がよくご存知だと思うんですけれども、その時間的に考えた時にオンとオフと2つの状態しかない回路っていうのは電気を消費しませんね。エネルギー損失がゼロです。で、時間的にはこういうことですし、あるいはあの回路の部分部分を見た時には低抵抗、まあ、完全に接続しているか高絶縁、あの完全に切れているか、このどっちかしかない回路っていうのもやはり電気を消費しません。抵抗の少ない部品、電気をわざわざ弱めなくて大事に使おうっていうことをしようとすると、このどっちかをするしかないんですね。で、それをやっていくとどういういいことがあるかというと、基本性能が上がります。RFID とかそのワイヤレス給電の話ですと、遠い距離と強い結合をさせることができたり、あの鋭い選択性、雑音に強くなったり、まあ、ここに書いてあるんですね、雑音が強くなったり、まあ、ありとあらゆるその品質が向上します。だからこういった回路のことを、まあ、あらゆるクオリティが向上するという意味で、学校ではハイクオリティファクターって習いました。私は多分皆さんもそうだと思います。性能を表す指数、これを高くしよう、それが配給の部品だ、軽い配給の回路だっていうふうになりました。そんなことを忘れてますよね。なぜ忘れてしまったかというと、短所があるからなんですね。あのクオリティファクター、給値を上げれば上げるほど実は回路を作った時に大きくなったり高くなったり、そしてなんとなく難しそうっていうことがあります。で、この、まあ、これはどの学習として大きい高いっていうのは過去100年の電子機器の歴史にとってずっと悪とされてきた。今もそうですね。大きい高いもの、前の製品より大きく高くしますなんて言ったら、もう許してもらえるわけがないですね。ところがそれをしてでもクオリティを上げなきゃいけない製品がごく稀にあります。で、ごく稀にあってそれをしなきゃいけないんですけど、そうやった時にちょっと難しそうっていう話が出てくる。今日はそこの話ですね。じゃあ大きく高くなってでもハイクオリティ、クオリティファクターを上げなきゃいけない製品ってどういうの？ここに来るわけです。共鳴型のワイヤレス給電の中でも特に結合距離が重要なもの、ぴったりつけても1点だったらそんな気にすることはない。結合距離をちょっとでも伸ばしたいっていうんだったら
クオリティファクターを上げなきゃいけない、あるいはエネルギー効率が重要なのか。1ワット入れて10ミリワットしか出ません。でもまあ1ワットの話だったらいいや、1キロワット入れて10ワットしか出ませんって言ったらこれは許されないですね。ですからまあ共鳴型ワイヤレス給電でも距離とかそれからパワーを割とかけるものっていうのはクオリティファクターを上げていかなきゃいけない。それから RFID タグ、その HF というか13メガでですね、同じような形、同じような大きさで同じ IC チップを使ってても他社に比べてちょっとでも距離を稼ぎたい、あるいは周辺の周囲の状況によってこう通信できたりできなかったりっていう、そういう安定性というか余裕を少しでも伸ばしたいっていうことを考えるときにクオリティファクターを上げねばなりません。クオリティファクターを上げるっていうのは実は抵抗をなし崩すことです。子供の時に思った電気をわざわざ弱めちゃいけないっていう、それがもうクオリティファクター、配給値を上げるための極意っていうか、もう一番肝心なところですね。で、それを上げるためにどうするかっていうのは後半でお話ししますけれども、まずはその給値、こう本質的、回路の本質的なクオリティをどうやって測るかっていうことをご紹介しておきます。配給の問題をやるときに、なんか難しそうっていう、一番の原因だと思います。これです。抵抗、インピーダンス、インダクタンス、キャパシタンス、そういうものはこれこれだよっていうふうに教科書には明確に書いてあります。ところが、給値、クオリティファクターに関して言うと、いろんな本を持ち出してきて、給イコールっていう表現をしてある数式をちょこちょこかき集めてくると、こうやってみんないろんなことが書いてある。ここに出している、こう 5つの数式は実はこれみんな私が書いたなんかドキュメントから引っ張り出してきたんですけど、私自身が書いたものの中でもですね、例えばここですね、 Q イコール 2× オメガ B 分のオメガをと書いてあるすぐ左下にはほらこれ Q イコール、まあ、間飛ばしてイコールオメガ B 分のオメガを、これとこれ比べるとこの2は一体どこから出てきたの、あるいは消えたの、どっちも Q イコールなのに、もうそこで訳が分からなくなっちゃうんですね。でこうやって Q に Q、 クオリティファクターに関して言うといろんな本から定義式をこうかき集めてみても結局こういうことになります。誰が書いた本でもこういうことになります。なぜかっていうとクオリティファクターって回路の中のどの部分をに対して言うかによってそれを表現する数式はどんどん変わってしまうからです。例えばこのインダクタンスだけの Q、 インダクタンスとそれの直列の R の比によって Q を考えましょう、あるいはコンデンサーと抵抗その絶縁性ここでの Q、 あるいはこれと Q、インダクタンスとキャパシタンスを合わせた共振回路の Q、それに信号源を含めた球、検出器の内部抵抗を含めた球、いろんなどの部分まで含めて考えるかによってそれぞれ球の表現は変わります。その違いを理解しようとするといろんな本の球イコールっていう前にごちゃごちゃ書いてあることをちゃんと理解しなきゃいけないんですね。めんどくさいですね。やめましょう。ここでお話しするのはそんなごちゃごちゃしたことはいいから、とにかく球を測るのにどうするの、いろんな方法ありますけど、ワイヤレス給電とそれから RFID に絞って Q を測るときの方法を教えてね、これだけ覚えておけば大丈夫でしょうっていうのをご紹介します。これです。2つの測定法があります。1つは1ポート法、もう1つは2ポート法と申します。ネットワークアナライザーといいますか、測定器のその端子を1つだけ使うもの。こちら測定器の入り口と出口と2つ使うものです。測定器としてはネットワークアナライザー高周波ですから、そのネットワークアナライザーを使うことが多いと思います。でネットワークアナライザーを測定器屋さんから買ってきますというと大抵こう構成するための構成標準器ってこう ついてくるっていうか、こう一緒に買えって言われますよね。でそれを使わないとちゃんとした測定ができませんよって測定器屋さんは言うんですけれども、この Q の測定に関して言うと構成しないでいいですというか、すると多分かえって良くないことになると思います。
2ポートの 法の場合だと構成しなくてもいいです。だから1ポート法の場合だとレスポンス構成、一番安直な楽ちんな構成方法でいいんだよっていうことです。多分ここでも測定器屋さんが言ってることと違ってくるんですけど、これは球の測定の場合だけこういう構成方法を使います。さあ続きまして非測定物との接続方法ですけれども、1ポート法の場合にはこんな風に、まあ、このぐるぐる巻いてるこの四角い部分が非測定物、共振系だとしますと、共振回路だとしますと、それに対して測定器から来たこうコネクタの先にこういう輪っかをつけてですね、輪っかと非測定物をこんな風にほぼ重ね合わせるかのごとく結構ぎっちり使える、つなぎます、近づけます。でそれをどのくらい近づけるのって言った時にここに臨界結合って書いてありますね。近づけすぎても離しすぎてもいけないんですけど、まあ大体この写真のようにかなりくっついた状態になります、臨界結合です。一方2ポート法の場合にはこの写真にあるように結構離れてますね。大体このコイルの直径と同じぐらい離れることが多いんですけれども、素結合と書いてあります。さあじゃあこの臨界結合とか素結合とか漢字で書かれるのはいいけれど、もっと具体的に何センチとか何ミリまで近づけるとか言ってほしいですね。どういう状態にこの臨界とか素になってるかっていうのは測定器を見てるの反応を見てれば分かります。こうです。ワンポート法の場合、測定器で周波数特性を見てるとこうやってキュッと沈む、くぼみます。で一番くぼんだこのどん底のところがマイナス30dB、ここに比べてマイナス 30dB よりも低いレベルになっていればそれ OK です、臨界結合ですね。一方2ポート法の場合には、こうやってキュンと 頭がこう突き出していきますから、こう突き出してきたこの一番上のレベルが、まあ、基準のレベル、基準というかそのリファレンスラインスルーに比べてマイナス 30dB 以下になるようにしておけばそれが素結合です。あとはこの中心周波数、この中心周波数とその周りの3デシベル帯域幅、3デシベル帯域幅を、測定器で読み取ればそこから Q が分かります。帯域幅分の中心周波数の2倍、こっちは2がついてないですね。1ポート法の場合にはレスポンス構成で臨界結合で S11 を最初と書いてあるんですけど、まあ、マイナス 30dB 以下にしてやるとこの数式で Q が出せます。2ポート法の場合には構成しない素結合、S21 の最強でマイナス 30dB 以下にして、そうすると帯域幅分の中心周波数で Q が出ますよ。1ポート法と2ポート法でこう途中のやり方がことごとく違いますね。この2つの方法どっちでやっても似たような結果、等しい結果が出るはずなんですけれども、この途中のこれをですねごちゃ混ぜにしたら全然トンチンカンな値になります。2ポート法でやるぞって決まったらもうこれをずっとやってって、途中ここだけこっちの臨界結合にしてみようなんていうことをやっちゃダメですからね。当たり前ですね。つまりそれは2つの測定法がありますけれども、こう両方混ぜこちゃにしちゃいけませんよ。必ず別にしてくださいね。で両方できる必要はない、どっちか片方だけでも十分です。同じ結果になります。以上をもちまして2つの測定法をご紹介しました。その測定法の手続きをですねごちゃ混ぜにして混ぜたらもう全然違うことになりますから、混ぜないようにちゃんと区別してやってください。で次にですねこうやって測った Q値、クオリティファクターですよ。それを良くするためにどうすればいいというかという話をこの後いたします。2つに分けます。1つはまず最初に有電体操の方をいきますけど、これどういうことかというとですね、まあ、L と C の共振回路でそれぞれインダクタンスの損失、キャパシタンスの損失があるわけですけれども、この抵抗を大きくする、この抵抗を小さくすればいいわけですね。でまあ、キャパシタンスに関して言うとここの抵抗分を大きくしようというわけで、共振回路全体の Q を良くしようといったときにこいつに注目するかこいつに注目するかで2つのやり方があります。こっちの方が、まあ、話が簡単なので先に行きます。これ一例です。もう2年前になりますかね、私が自分でこういう場で皆さんに見ていただくためにデモで作って
った共鳴型のワイヤレス給電の試作の基板です。何も工夫がないように見えますけれども、実はそれ自体の工夫になっています。コンデンサを使っていません。こう線と線の間の浮遊容量だけでその共振回路のコンデンサーの役割を持たせています。絶縁といいますかですね、その損失はこのガラエコの素材で決まってきます。共振周波数が合わないからといって、なんかこの辺にこの回路にチップ部品を追加したり、あるいはこう可変コンデンサーをつけたりする人がいるんですね。そうしますと、この FR4 はかなり悪いと言いながらも、外付け部品っていうのはもっとさらに輪をかけてクオリティは落ちますので、部品を使ったところでもう負けだというふうに思ってください。というわけで、この私のこの設計ではこう誘電帯の機能を上げるために部品を使わない、コンデンサーを使わないというやり方でやっています。別の例を見てみましょう。ワイヤレス給電をやっている方ならみんな知ってるであろう、MIT で発表されたこの騒ぎの発端になった写真ですね、ここに電球がついてますけれども、2メーター離れたところの100ワット電気をつけたという、あの時の実験説です。何もしてないように見えるんですよね。パッと見たところ、なんかその辺に転がってたこう発泡スチロールをこう異形化に組んで使ってるようにも見えます。ところがこれはものすごくよく分かって作ってます。まず私がやったのと同じようにコンデンサーを使ってないですね。浮遊容量だけ、この線と線の間の浮遊容量だけでコンデンサーを使う共振回路を作っています。だから発泡スチロール、なんかその辺に転がってる安っちい材料と思いきや、実は発泡スチロールっていうのはその高周波の絶縁材としてかなり理想的な性能を持ってます。空気が、ある意味理想的なんです。空気とか真空が理想なんですけれども、パッと見て分かるように発泡スチロールっていうのはどう見たってほとんど空気ですから、その高周波に対する発泡スチロールそのものの吸っていうのはもう測定がほとんど無理なぐらい良い性能を持っています。非常に性能的に優れたこの発泡スチロールを十字型に組んで、こう導線と接触するのはトン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 と点でしか接触してないですね。これでさらに漏れ電源を減らしているんです。すごく無造作に作ってあるようで、これはものすごく考え抜かれた良い設定だと思います。もう一つだけ例を出します。誘電体制に関する例を出します。これはちょっと何事かっていう感じの例です。ほらこれ、横須賀市にある三笠公園というところに、ロシアのバルチック艦隊がやっつけた東部平八号建設と、それからこの背景にあるのはですね、この三笠公園の元になりました戦艦三笠です。100年前の軍艦です。で、なんでこんなものを出してくるかというと、この100年前の軍艦の中に100年前の無線機が展示されている、レプリカですけど、この写真、ありますね、海軍36式無線送信機、1903年、100年以上前の無線機です。で、しかもこの写真に写ってるのは送信機で、こっち側にまた受信機があります。で、ここの、これが送受の切り替えスイッチでですね、こいつなんかだとハンドダイオードスイッチが入ってるんでしょうけども、ここのところで、受信機に行く線と送信機に行く線とアンテナ線をここのスイッチで切り替えます。ここのところを拡大しますね。はい、これです。赤で矢印で示しているここの部分、絶縁返しっていうやつです。アンテナから来る線、受信機に行く線、送信機に行く線、それからスイッチ、みんな外資で浮かしてあります。で、配線そのものは空気を絶縁体として使って空中に這わしてるんですね。100年前の人はすでにちゃんと知ってたんですね。こう空気が理想的な絶縁体で、部分的に外資で支えておくのが一番いいっていうことを知ってたんだと思います。球を良くしようって言った時に油電体に関して言うと、良い絶縁体を部分的に使う、使うにしても部分的に使ってやれば、そこでの性能低下っていうのを少なくすることができる。が、厄介なのはこれです。最後に残しておきました。導体損。さっきの絵で言いますと、
こっちの抵抗を大きくすることはまあそう難しくはないけれども、こっちの抵抗を小さくするにはどうすりゃいいか、そもそもこの抵抗は一体どのくらいあるんだろうね、どのくらいの抵抗があるかということを計算するときに、まあ、皆さんこの学校で習った通り断面積と長さとそれから導電率で抵抗っていうのはおおむね計算できるんですけれども、この導電率、理科年表に書いてある値を信じちゃいけません。理科年表が間違ってるとは言ってないですよ。理科年表のに書いてある導電率っていうのは純粋な導体なんです。金でも銀でも銅でも。ところが私たちが電気材料として普通に使うことのできるその金属っていうのは実は純粋というには結構ほど遠かったりします。それでは2つに分けてご紹介します。1つはミクロな構造に起因するもの、1つはマクロな構造に起因するもの。まずミクロの方いきます。じゃあこれはですね、プリント基板の導体の表面をガーッとガーッと2500倍、こっちもそうですね、2500倍に拡大した写真です。電子顕微鏡写真ですね。こっちは圧延銅箔と書いてあって、こっちは電解銅箔と書いてあります。エッチングする前こうプリント基板の表面のこう銅をこうかざしてみたときに、こっちとこっち全く目で見てる限りには同じですけれども、まあ、その銅箔を作っていくときのプロセスが違いますと、こんなに表面は違ったものになってます。直流とか低い周波数で使ってる面ではこっちであろうとこっちであろうと関係ないんですけれども、さあ10メガでやりますよ、100メガでやりますよ、使いますよって、しかもクオリティファクターを上げるために導電率をちょっとでも下げたいっていう話をしているときには、これとこれでこっちの導圧体かこっちの導体かで全然違った結果になってしまいます。このジョンっていう人がアメリカの基板屋さんの基板屋さんのエンジニアです。で一方こっち側のジェームス・ラウチロっていうのは我がソネットのアメリカの社長です。でこの2人が協力してこの2つのこういうデコボコが大幅に違った時にでもその高周波的な抵抗分を再現するような解析モデルを作って、我がソネットにはそれが実装されていますというのは自慢なんですけど、それだけでは全然不足なんですね。なぜならば表面だけの話では済まないんです。内側の方も見てみましょう。セラミック多層部品の中に使われている導体なんですけれども、導体をこれはの断面をですね15000倍に拡大した断面写真です。このスケールまで拡大すると導体は、まあ、肉眼で見たらべちゃっとした一つの一体の導体に見えるんですけれども、ここまで拡大すると導体の粒と導体の粒と導体の粒がちゃんと当たってなくて隙間があって、まあ場合によってはこの隙間の部分に酸素が入って酸化して絶妙な膜を作ってたりしますという導体もあれば、同じスケールなんだけど粒と粒の境目がこれが境目かなっていう程度まできれいに接触している導体もあります。直流で測ってる分にはどうってことないんですけれども、高い周波数でやりますけど、こっちとこっちで激変と違います。それから2000倍のものを見ても分かるようにですね、製法によってはこうやって導体の内側にいっぱい空間ができてますね。断面積がいくらだと思っているけれども、よーく見たらいっぱい泡が入ってて電気が通れる断面積っていうのはまあ、そのうちの半分とは言わないまで 10% とか 20% とかこう差し引いた面積しか電気を通すことができない、これが現実としてあります。あるいはまたみっちり詰まっているものもあります。その辺は製法によって違うんですけれども、電気屋さんがなかなかその製法まで知ることは難しいですよね。この問題に関してはソネットは良いモデルを実装してありますけれども、それだけでは十分ではないよ、全然足りないんだよっていうのがこの問題です。でこっちの粒子界面と書いてありますけれども、金属のこう粒子同士がどういう状態になっているか、それが電気的に、どういう影響を及ぼすのかっていうことはもう
やってみました、測ってみました、それがもうシミュレーターやなんか計算でなんかできるかっていうと、もうその研究すら私が知る限り始まっておりません。したがってもうこれに関してはもう測ってみるしかないですね。ですからまあ電気屋さんの立場として回路を設計するときにこんなことをいち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 気にしてたら仕事できないですけれども、一つ前でご説明したように、とにかくこう測ってみていい悪い同じに見えるんだけど、Q がいいとか悪いとかっていうのを評価する腕は回路屋さんにも必要だと思います。さて胴体のミクロな構造として表面の話と内側の話と両方を今お話ししました。でどっちにしても電気屋さんの立場でそれを事前に把握できるなんてできません。だからせめて良い胴体を使いましょう。でも良い胴体かどうかっていうのは測ってみなきゃわからないんで、ご自分で使う周波数、それから実際に違うプロセスで作った製造工法で作ったものを測定するして評価するようにしてください。導電率を信じちゃいけない理由の2、胴体のマクロの構造。こっちはね気にしてる人が多いです。表皮効果とか近接効果とかいう言葉をいろんな人から私も聞きます。私も聞きますっていう言い方しました。なぜそんな私がそんな人事みたいな言い方をするかというとですね、私これとこれを区別、頭の中であんまり区別してないんですね。なぜ区別しないかっていうと、この2つの効果は同じものだからです。原理を話す、原理を先に理解申し上げますね。原理をよく理解してください。なぜ表皮効果や近接効果が起こるのか、これが原因です。非常に接近した2本の導体に同じ方向に電流が流れていると、こう2つの導体はこう避け合って嫌がります。一方同じようにこう非常に接近した導体に逆方向の電流が流れているときには、この2つの導体は引き合うんですね。でそのことによって、これ導体の断面の電流の流れている部分だと思ってください。黒いところが電流が流れている、お互いに反発し合って外を電流は外へ外へ偏ります。こっちの場合、逆走の場合だったらお互いに引き合って内側に電流が寄って流れます。これをどうも近接効果と呼ぶらしいですね。もっとたくさん線があったらどうでしょう。特にこっちの場合考えてください。2本じゃなくて、5本とか7本とか20本とか、そういうたくさんの線がガーッと束になってて、みんな同層で流れてたとすると、これがたくさんあるんです。だから多分こうなりますね。これ、7本の場合ですけれども、みんな電流が反発し合って外側外側へ偏ってて、内側の状態は効かないっていうか電流が流れない。一つ前のこの原理が分かっていればきっとこうなるだろうっていうことはすぐ分かるんですけれども、時々表皮効果表面だけを流れるんだから、こうやって束にした時にはこうなるだろう。内側のやつも外側のやつも表面に電流が流れるんだっていうふうに誤解されることが多いです。これが間違いですよ。正しくはこうなります。でこれ線7本の場合ですけれども、線がもっとたくさんある場合考え、もっとたくさんある場合考えてください。どのくらい、7万本ぐらいあると考えてください。7万本ずっと書ききれませんから、もうしょうがない、こんな風に書きましょう。まあ、これがまあ便宜的に7万個に分かれてると思ってください。7万個に分かれていようと7000万個に分かれていようと、こういうベロリンとしたこう同層に流れる線の束だと表面近くに電流が偏って流れます。こうなった時に表皮効果っていう感じがしますね。この表皮効果っていうのは、このことから分かるように、断面が丸い胴体の場合だけに言えることなんです。じゃあ四角の場合はどうだろう。これも表皮効果っていうこの言葉のイメージからこんな風に考える方が多い。四角い断面の胴体、それこそプリント基板の表面だとか平角線だとかの表面にこういう風に電流が集中する。これ間違いですよ。今までをここでお話しした原理を分かってくださっていれば、こうはならない、こうなるっていうことが分かる。
こう流れて中央部分があんまり全然流れません。だからこれやったらめったら平べったくしてきしめんみたいにしてやるというと内側の方はあってもなくても同じということになっちゃうんですね。それからまた周波数がもっと高くなってこの表皮効果といいますかその反発が強くなっていきますとこっち方向だけじゃなくてこっち方向にも分かれていきます。で最終的に、非常に高い周波数で使った場合にはこの四隅トン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 隅っこだけに電流が集中するんですね。その様子をちょっと時間かかるんですけど、シミュレーションでやってみました。これです。四角断面が正方形の、動体にのどのあたりに電流が強いかな弱いかっていうのを計算してみました。周波数 1MHz、 動体の断面積は 0.075 平方ミリ、まあごく細いリード線ですよね。見て分かるように四隅 1MHz でも四隅に電流が集まっている様子が分かります。で、一方ですねこっちは同じ断面積ですけれどもリッツ線を想定するしてこう小さい正方形に分かれてます。図だとよく分かりませんけれども途中に間を絶縁する絶縁膜が絶縁膜を配置してですねあくまで独立した何本玉でしたっけね20本とか30本ぐらいの束にした立線を想定しています。でどっちも同じ電流分布ですね。立線にしたからといって内側のこう細い線に電流がわざわざ流れてくれて消費効果により低減してくれるなんていうことはありません。というわけで動体の話をまとめます。表皮効果とか近接効果っていうのは今は申し上げたようにシミュレーションだとかあるいは、まあ、頭の中の、で考えてもかなり把握できます。ですからでそれを何とかしよう少しでも表皮効果近接効果を少なくしようっていう時には、まあ、構造とか線の太さだとか巻き方だとかそういうものを工夫してその工夫がどの程度の効果があるのかなっていうのをシミュレーションで繰り返していけばこの問題に関しては把握できます。具体例を見てみましょう。またこれが出てきます。 MIT が発表した論文ではですねここに使っているワイヤーは銅パイプということで慶応ホームセンターに行きますというと MIT の論文に書いてあるのと全く同じ寸法のしかもちょうどいいぐらいにトブロを巻いた銅のパイプがですね慶応ホームセンターには非常に安い値段で売ってます。エアコンの冷媒パイプなんですねこれ。 MIT は単にその辺に安い銅体を使ったのかっていうと実はこれもよく考えてあります。銅パイプでどうやって作るのか私もよくは分かりませんけどきっとこうどうみーっと押し出すかあるいは引っ張り出すかして、作ってるんでしょう。ですからこう内部銅の内部の粒子っていうのは非常にこうギュッと押し付けられています。それからこう作っていく長手方向にこう筋が入る、まあ、こう表面がガタガタもしガタガタしてるとするとこう引っ張ったり押し出したりするときのその、電流が流れる方向に沿って筋状に表面がザラザラしているはず。表面の粗さの状態それから銅の内部の金属の流解に関してもとても良い状態にあると思います。それからパイプですからちょっと軽いんですけれどもどうせ内側の方はそれこそ表皮効果で電流は流れませんからパイプで十分ですね。これ見ますとお互いの線と線の間隔が結構広いですね。結構線の間隔が広いでということはこういわゆる近接効果による電流の偏りが少ないということです。しかも丸パイプですね。平角線とかマイクロストリップではなくて丸パイプっていうことはこう表皮効果が激しく出た時にも電流が流れる断面積があまり減りません。そういうことからMIT 非常に安い材料をですね安くしてしかもパフォーマンスに優れた材料を選んでいると思います。さすがだと思います。とってもよく分かっている人がいたんでしょうね。それに対して私が作ったのはこれはどうなのか単なるガラレコ基板にエッチングして作ってありますが一応これ無造作に作ったんじゃないんですよ。
あの設計前にシミュレーションを繰り返してどこに電流が強く流れるか、弱くあるいは集中するかっていうのはきっちり把握して Q を予想してあります。 Q クオリティファクターを予測してあります。でその結果、まあ、見た目は分からないんですけれども、実は銅箔の厚みは通常の35ミクロンではなくて70ミクロンの銅箔を使っています。で70ミクロンでも飽き足らず、実は、基板の両面の裏と表に全く同一パターンを作ってですね、それを並列につないであります。というわけで、あの胴体の面積は通常の基板に比べて実は4倍取ってあるんですね。なんか石飛びが作ったのと MIT のなんか偉い先生が作ったものと形は随分違いますけれども、こっちはもうパフォーマンス最優先で作ってて、私は一応製品化していく場合にはこういう巻き方ではなくてこういう平べったい表面に巻いていくだろうっていうことを想定して、あのその範囲で Q を上げる工夫をしたものです。というわけで、全体のまとめです。品質を上げるっていうことはハイクオリティファクターを上げるということです。そしてハイクオリティファクターを実現するためには抵抗をなくしましょう。電気の邪魔をしたり電気を弱めたりする抵抗分をなくすっていうことが Q を上げることであります。でどのくらい上がったかを把握するために2つの測定が効果あります。2つの測定法それぞれあの手続き手順が違いますから、それを手順をごちゃまぜにしてはいけません。あのどっちかってやってください。さあ Q を上げるためにはまず絶縁体と胴体別に考えます。絶縁体に関して言いますと良い絶縁体を部分的に使いましょう。べったり使わずに部分的に使いましょう。ただ胴体に関してはどうしても実際に測らざるを得ません。だからここは重要になってくるんですけど、測らざるを得ません。ただし構造とか巻き方の工夫の効果はシミュレーションで把握することができます。以上、ワイヤレス給電と RFID のアンテナの開発のポイントということでお話ししますが、ポイントはクオリティファクターを上げることです。そこのところを、分かってぜひ良い製品を作っていただけたらなと思います。ではご清聴ありがとうございました。